おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバーサイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーは青緑ラッキーナンバー3です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。アルケミアタロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。リーディングに入っていきます。約10秒間お取りしました。進めていきます。まずは1枚目めくります。ワンドの6の正位置が出ました。褒めたたえられ自分を誇らしく思う。評価を得て、素直に歓喜している状態です。ほんの少しの憂鬱感を胸に、無事に物事を成し遂げた自分を誇らしく思うでしょう。一度は諦めかけた夢や目標が、チャンスを携えて訪れるかもしれません。かねてから狙っていたポジションに抜擢されたり、栄誉を受ける兆しもあります。焦らずおごらず無理せず、じっと忍耐と努力を続けてきたあなた様の心が勝利をもたらします。ライバルに先を越されたり、上司に成果を横取りされたり、裏切りに遭うなど、辛い出来事を耐え抜いてきたあなた様への祝福として、幸運の女神が微笑んでいます。勇気を奮い立たせて前進を、まだ多少の不安はあるかもしれませんが、志を高く掲げて、理想を追求し続けましょう。ワンドの6の正位置の意味は目標を成し遂げる、進歩、利益、自己肯定、嬉しいニュース、チャンスをつかみ取る、勇気ある行動が成功につながる。2枚目めくっていきます。バランスの取れた状態で、お互い認め合い、周りの人たちも羨むような良い関係である。駆け引きなどは存在せず、自然な形でリラックスできる関係性にあります。すべてがコントロールされた状態であるので、相手の人に身を委ねることでうまくいくでしょう。バランスの取れた状態を表します。調和的で、穏やかな状態であることを示しています。欲を言えばキリがないけど、素敵な家族や友人、愛する人たちに囲まれて、何不自由のない暮らしを保っていることでしょう。そしてその徳を周囲にも分け与えようという心の表れを暗示します。人に社会に優しいあり方は、とても大切なことであり、殺伐としやすい現代人にとって、なくてはならない美徳と言えます。節制の正位置の意味はバランス感覚、節度、節制、節約、堅実さ、順応する、管理する、統制、健康管理、状況を把握してコントロールする。本日の占いは以上になります。少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございます。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。